こんにちは。こんにちは。小原田水久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。まあね、本当いよいよゴールデンウィークってやつね。そう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 。今日もなんかすごい新聞に入ってたチラシがもうがっちり多かったよ。そうだね。まあ結構連休あるのかな、ちょっと分かんないんだけどな。だからあれが続ければじゃない、そのなんかね、5月の1日、2日か。あそこを休めばずらーっと続くんだよ、もう明日から。ああ、そうか。まあね、いいよね、休みはね。別に関係ない。これがさ、自営業の悲しさというかさ、まあ良さでもありさ、なんだけども、こういう意味とあんまり関係ないよね。まああなたはほら、なんだろう、締め切りとかね、出版社との、あれで、例えば週末までとかさ、そういうのあるかもしれないけど、私はとにかくお客様からご依頼があったら、サロンを開けるという。感じの役性を取ってるので、まあやっぱり土日だからね、最近土日にずっと昔っていうかさ、昔からこう土日がやっぱり多かったんだよね、お仕事してる人が、それがだんだんここのところ平日の方が、ああそう、ってことは、その土日じゃないお仕事の人、もしくはそのなんだろう、シフト制のお仕事の人が増えたってことなんだと思うね。ああそういうことな、そういう職業を選択する人が多いんだと思うんだけども、が増えてきたよね。まあね、だから休みは別にさ、ゴールデンウィークにしたってさ、俺はもう別に何かしようなんて思わないけどさ、ただまあやっぱり休みだっていうことで、なんとなくホッとするよね。なんとなくね、分かる分かる分かる。やっぱり子供がさ、小さい時ってさ、やっぱり月曜から金曜までの、家族の動きと土日の動きとかって違ったわけじゃん。なんかすごくこう、曜日っていうのがさ、身近だったんだけども、まあ、子供たち大きくなったら関係ないねもんね、別に、そうだよね。今日何曜日だったみたいな、ゴミの収集のために曜日があるみたいなさ、それはね、すごい感じる。そうだよね。だから子供たちも休みはね、まあ、ゆっくり寝てるわけだし。そうだね。友達と遊びに行くか、もう普段の疲れを取るために寝てるのかだし、なんか面白いね。本当なんかうちって面白いなと思う。そうだよ。だからさ、まあ、ね、休みだからとか、連休だからとか行かなきゃいけないとかさ、そういうことないわけだからさ。本当はね。でもなんとなくこう世の中のさ、経済活動をさ、活発にさせたい人たちはさ、休みだからどこ行こうとかさ、休みだから旅行に行こうもあるしさ、そういうなんか圧がかかってくるじゃん。渋滞の中でな。なんかうちにいるのはなんか、いけないことみたいなさ。私のお友達がね、まあ、海老名の方に住んでて、海老名のほら、パーキングエリアっていうか、サービスエリアか、混むじゃない、混むっていうか、あの辺混むでしょ。人気の場所だから、いつもさ、こう、ワンちゃんと一緒にさ、渋滞情報ですみたいな感じでさ、Facebook に上げててさ、なんか面白い視点だなと思っていつも見てたんだけどさ、その渋滞を眺めている人もいるわけで、渋滞を眺めている人の連休っていうのもあるし、渋滞の中に巻き込まれている人もいるし、渋滞を伝える人もいるし。逆にみんな出かけるから、都心とかさ、ついてるよね、そっちは割とな、人もいないとかさ、そういう楽しみ方もあるしな。そう、なんだろうな、私、いや、やっぱりでもね、サラリーマン家庭に住んでる、生まれたのと、あなたは自営業のお家に生まれたわけじゃない、そこの違いもやっぱ大きいと思うね。そうだよ、感じ方。そうだね。だけどさ、やっぱりさ、テレビなんかでさ、なんか旅番組があったりとかさ、そういうことでさ、なんかまあ、影響されるわな。そうだそうよ。どっかの、なんか家族のこうね、なんか家族旅行のドラマだったりさ、なんかね、そんなのとかさ、やっぱりコマーシャルとかそういったものにね、やっぱり左右されてしまうよ。あ、そりゃそうよ。なんか一つのこう、幸せな像とか、そういうものはね、こう、作られてしまうんだよね。だからやっぱりこう、どんどん潜在意識な。だからくたびれながらも、家族を遊びに連れに行って、渋滞に巻き込まれながらも、子供たちが楽しかった、お父さんありがとうっていうような、なんかそういうような形でしょ。そうだよな。だからそういう一つのこう、決まりきったパターンみたいなものがさ、やっぱりどっかにあるよな。あなたは好きじゃないからね、そういうの当てはめられるのがさ。俺なんか反発してしまうタイプやからな。逆に違うことしたい人だからさ。そうそう、人と違うことやりたいと思うからな。そう。
まあ、あのだから休みは逆にうちにいるとかさ、うん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 、仕事でもうちにいる、休みでもうちにいる、うん、ずっとうちにいるじゃん。そうだけどね、その近くでもいいこと、いいといっぱいあるわけよ。もちろん例えばね、あの俺知り合いのカメラマンはさ、うん、まあ、結構あの有名な人なんだけど、うん、ずっとさ、うん、世界中の写真撮ってたわけよ、うん、でもさちょっと体壊してさ、うん、あの出れなくなった、うんうん、ね、うん、で結局も家の近辺散歩しながら写真撮るんだけど、うん、それでびっくりするわけよ、家の 近所でこんないっぱいいい写真撮れるんだっていう風なさ、うんうん、まあまあもちろん写真の腕がすごいからっていうのもあるけれどさ、うん、あのよくいい写真をね、うんうん、あのアップしてるからさ、うん、でそれは自分の本当に歩いていける距離、うん、そこで写真撮ってんのよ、うんうんうん、だからさ、うんうん、そういうもんだよな、うんうん、あのかもしれないね、うん、結構ね身近にね、うん、いいとこあるのよ、うんうんうん、だからそれは分かる。うちだってさ、あなたあんまり行かないけどそのね、うん、あの湧き水、うんうん、水のむっちゃくちゃ綺麗なんだから、うん、の東京都であり、うん、東京都でありながらね、うん、そうそう、うん、そうだ、池袋まで電車に乗ったら15分で行ってしまう場所なんだよ。そうだよ。そこにさあんな綺麗な川があるとかさ、うんうん、いうのもさ、うん、やっぱこれはもう今の時代は奇跡的なことかもしれない、うん、でもそれはさ、思ってこの春もさ、うん、あれ千鳥ヶ淵だっけか、うん、初めて、ね、うん、京都とさ、うん、札幌の甥っ子とさ、うん、一緒に桜見に行ったんだけども、うん、東京でこんな綺麗なところがある、うん、例えばなんか桜の名所って例えば弘前まで行かなくちゃいけないとか、うん、北海道の五稜郭とかさ、うん、長野とかさ、うん、そういうイメージでいるわけよ、うん、でもなんかこんな綺麗なところが東京にあるんだって、地下鉄乗って行ってさ、うん、上がってちょっと歩けばさ、うん、それはね思った。そうだよね、うん、うん、そうだから本当身近なところをさ、うん、もっと知るっていうのも大事なことかもしれない。そうだね、うん、うん、だからもしかしたらその、うん、ほらなんか商店街が今さシャッター降りてさ、うん、全然人がいないとか、うん、流れがねこっちに来ないとかって言ってるけども、うん、逆にそういうことをやったらすごい奇抜なものをね、うん、持ってくるよりもあれかもしれないね、うん、そうそうそう、うん、うん、でとあるこれもちらっとしたか見てないんだけど、とある商店街、うん、まあ、寂れた商店街で、うん、まあ、デパートの地下に入っている有名な洋菓子店、うん、そこにお店を作ってもらって出店を誘致して、うん、いたんだけども、結局そこが撤退することになった、うん、まあ、それはもともと3年間という約束だったっていう話らしいんだけれども、うん、なんか思ってくれば活性化するっていうものではないんだと思うの、うん、だからそれこそ湧き上がってくるっていうかさ、うん、その中からこう、まあ、自発的に生まれてくるようなものがないと難しいと思うね、定着させるのはね、うん、そうだから人間でもそうでさ、うん、人の真似するよりもさ、うん、やっぱり自分の特技というか特徴を生かしてさ、うんうん、生きた方が魅力的なんだからさ、うん、かもしれないね、うんうん、そう、うんうん、まあ、だからあるかもしれない、そうなんだよね、うん、だからまあこのあれだね、ゴールデンウィークは散歩しようか、うん、いいじゃない、うん、私はいいよ、私はじゃあ内観しつつ断捨離するよ。そうだよ、断捨離片付けないとな、うん、いろいろやることいっぱいあるよな、考えてみたら。そう、やることいっぱいあるんだけど、うん、なんか後回し、うん、ほんとこれが一番良くなくてさ、うん、明日が来ると思ってんだよね、みんな当たり前のように、うん、その明日が来るっていうのも、うん、当たり前のようにこうやって喋れて、うん、動けて、うん、食べれての自分がまた明日もあると思ってるからさ、うん、それは大きな間違いだってさ。そうだよな、うん、そう、そこをさもう徹底的にさもう見つめながら掃除をする、うん、もう今日しかないみたいな、ね、おすごいね、どう、うん、いいと思うよ、いいアイデア、いいじゃん、あそりゃそうだよ、うん、うん、なかなかだね、なかなか、うん、まあ、縦にこの見えない世界におりませんのでみたいなそうだよな、うん、うん、まあ子供たちが手伝えるかどうかわからんけどな、そうなんだよね、な、まあ、うん、当てにしない方がいいよ、そうだね、自分でやるってことよ、人を当てにしない、そうだね、人を当てにしないで自分でやるってこともそれも大事だし、うん、そうだよ、うん、やっぱ思ったことは行動に移すっていうことも大事だし、ふっ、うん、と思ういろんなアイデア、うん、言うじゃん、なんか何気なくこうこうこうじゃないとか、そう、あなたも言うじゃん、こうしようよってさ、それをこうスルーしてしまうじゃん私たちって、うんうんうん、それがさやっぱり良くないんだと思う、うん、だからそれをそのまま全部実現してたら、うん、もしかしたら私たちすごいことになってたかもしれない、まあ無理だよそれはまあね、な、うん、あ、本当でも1割でいいね、欲張らずに、まあ1割なのか、それが、いや1割よりもうちょっと欲張3割とかさ、うん、4割とかそれ頑張った方がいいかもしれない、そうだね、できれば半分、うん、そう思ったことの半分をすぐ取っかかる、すごいね、すごいね、うん、
貪欲に行った方がいいんじゃない、うん、そうだね、うん、と私は思うけど、うん、あそう、うんうん、どうでしょうか。じゃあそういうゴールデンウィークにしましょう。そうですね、頑張りましょう、ね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。